こいつも見たか。俺はやったぞ。大はしゃぎね。まあレントにとっても私たちにとっても大事なことだけどさ。気持ちはわからんでもないが、ほどほどにな。地形から見てこの塔が最後の砦か。峡谷を突破され袋小路に追い詰められたわけか。決戦場で奇跡的に撃退できたとは思えんな。ここにいた人たちはやっぱり一見しただけではわからん。詳しく調べれば何かわかるかもしれないが。と聖なる、これは固有名詞かな。何かあったの、タオ君？うん、碑文が聖なる塔ピオニール、暴虐の魔物フィルフサをいざないて滅ぼすべし。ピオニール聖塔か。随分と背負った名前だが、いざないてというのはどういうことだろうな。竜の召喚みたいにフィルフサを呼んだとか。わざわざフィルフサの大軍をか。ただの思いつきだよ、思いつき。早期に門を塞がねば、空剣島の周辺もこのような惨状を呈する羽目になる。フィルフサの活動しやすい寒気がもうすぐ来ちゃうんだよね。うん、寒気は本当に雨粒一つ降らないから。フィルフサには天国、私たちには地獄だよ。あくまで仮にだけど、元凶の門を壊せばフィルフサはこっちに出てこられないんじゃ。それはおすすめできんな。門を破壊すると世界をつなぎ止める莫大な力が解放されて、えらいことになる。私たちが門を忌々しく思いつつも、破壊ではなく手間暇のかかる封印で済ませているのはそれが理由だ。あ、じゃあ歓喜が終わるまで島に閉じこもってるのはどう。フィルフサは水を嫌うから安心だよね。あんたね、村の大人みたいなこと言うんじゃないの。だって怖いものは怖いよ。僕らだけで大進行を食い止められるわけでもないしさ。閉じこもった場合は島だけは無事で、周辺地域一帯がフィルフサに荒らし尽くされることになるだろうな。それはダメだと。門は壊せない、大進行は防げない。弾を壊せば村から水が消える、八方塞がりってやつだな。それを突破する手がかりを探して今ここを歩き回ってるんだと私は思ってる。そうだな、まずはこの塔の調査から始めよう。何か見つけたら私かタオに知らせろ。これは貯水池かな。もうすっかり枯れちゃってるね。こんな山奥だ、軍隊規模で人間が活動するなら常に大量の水が必要だったろう。あれ、この台座の形、みんな見てよ、ボスの家にあったのとそっくりだ。もしかしてあの玉はここに置いてあったんじゃ。なるほど、あの古式ヒグはここで籠城戦を行うための水源として持ち込まれたのだな。聖地から奪った水をどこまでも有効に利用し尽くしたわけか。実に見上げた心がけだ。リラさん、怒るのはわかるけど落ち着いてくれよ。私は冷静だ。わかってます、わかってますって。戦
いから数百年経った後、ボース君のご先祖様がここにたどり着いて、あの玉を見つけたんだね。あの玉、水不足で苦しんでた島の人には本当の宝物に見えたんだろうな。持ち帰ったのはまあわかるとして、そのお宝を村で威張るのに使ったのはいただけねえな。これで古式秘具の出所は確認できたな。あとはこの塔をくまなく見て回るぞ。これはこの塔で戦った兵隊が書き残したものみたいだ。もう時間がない。あの恐ろしい魔物との戦いはあっという間に始まり終わろうとしている。俺は街道を警備する一兵卒でしかない。なのに混乱の中戦えるからと駆り出されてしまった。どこの悪党がどんな大罪を犯せばあんな光景を引き起こせるんだ。全てが奴らに踏みにじられた。黄金の麦畑も緑の丘も白い石畳も全て、その踏みにじる足が今この塔に届きつつある。神よ、せめて避難のため別れた妻と子にご加護を。ここで終わってる。これはそこそこ高い階級の騎士が書いた陣中日記だな。どれ？ついにリーゼ峡谷の関門が破られてしまった。我々に残されたのはこのピオニール政党のみ。もう竜は来ない。東の城で戦力を浪費しすぎた。撤退に次ぐ撤退の末ここに追い詰められたが、逆転は可能だ。我々が戦っているのは女王を率いる敵の主力だ。頭さえ潰せば群れは瓦解する。それに敵主力をこの塔に引きつけることで領民の避難する時間と隙を作ることができる。これぞ騎士の本懐、剣の献身だ。この上は一匹でも多く敵を倒してみせよう。この後のページは破られているな。一体何を書いたのか。書式からしてこの人は貴族なのかな。異界で息子が、腕の中で妻が、そして今私も。我が由緒ある家系が途絶えるは無念。いや、領地が、町が、領民が魔物に踏みにじられるのを眺めていただけの無能な領主には似合いの最後か。王家の命とはいえ奇怪な門を領内に建造し、一時の繁栄に溺れた挙句全てを失いながら、救いの手立てをまた錬金術に頼るしかないとは、なんと惨めで滑稽な。ペンが横に滑ってる。多分この人ここまで書いて。すごく大きな結晶。村から時折キラキラ光って見えてたのってこれだったんだね。どう？やっぱり塔の頂上は感慨深い。レント？ここから見下ろした光景が全部フィルフサの軍勢だった時の絶望ってどれだけ大きかったんだろうな。私たちが絶対そうさせない。まずはそれを心に決めて、そのために頑張ろう。そうだな。よし、まずは頑張って調査と行くか。ここが最上階だ。重要なものがある可能性は高い。しっかり調べるぞ。
ここにもフィルフサに踏み荒らされたっぽい跡が残ってるね。そんな状態ってことは、ここにいた人たちは当然誰一人生き残りはいないだろうな。陥落した城塞跡なんてそんなものだ。相手がフィルフサならなおさらだ。瓦礫の下にこんなものが。これはクリント王国の遺跡で稀に使われる形式の鍵だな。ライザ、わかるか？うん、ボロボロだけどすごい力が込められてる。すごく高度な錬金術の力で作られてる。小さく刻んである文字は中に入る仕掛けか。確かに鍵っぽいけど、どこに入るものだろう。ん？鍵のあったところに、これは巻物、いや、封書か。うん、この紋章は。紋章がどうかしたの？ああ、こいつはクリント王国の高位錬金術師だけが用いる紋章だ。署名は南フルークスター管区長の役職名だけか。この辺り一帯を取り仕切ってた錬金術師だろう。文書の内容は？そうせくな。本書は未練の遺言内。うさんくさいまじないと侮られ続けた我らが錬金術は、長き時をかけ王国の中心となる地位を得た。我らは王国の力となり、光となり、糧となった。王国の誇りに、英知に、剣に、鎧に、そして死を呼ぶ病となった。我らは異界より資源を得、各地に門を築き、王国に大いなる繁栄をもたらした。我らはそのために自らの両親を眠らせた。友人らの森から水を奪い、軍勢を引き入れた。彼らの聖地から資源を奪い続けた我らに、やがて天罰が下った。一面の枯れた地平から虫歯みの女王がフィルフサを引き連れ来た。我らはたちまち異界を追われ、国を食い荒らされた。我らにできたのは、研究施設だった塔を用い、フィルフサをおびき寄せる波長を放射することで、領民が避難する時間を稼ぐ。ただそれだけ。この一地域だけの抗いが、せいぜいの力。あれほどに満ちていた力も、光も、糧も、すべて消え失せた。誇りも英知も、剣も、鎧も、いつしか。王国と民衆、そして、我ら自身に降りかかる死の病となり果てた。すべては我らの罪。何を、勝手なことを。リラさん、この遺言を読む誰かに我が未練を託したい。我らのせめてもの抗いが成就したかどうかを。この地より南方の汽水湖上に我らの建造した人工島がある。偶然緊急避難の役に立った。え？南方の汽水湖、建造した人工島。その名を空剣という。空剣、空剣島。私たちの住む島。どうかここを訪れてほしい。未だここに住まう人があれば訪ねてほしい。
息災かと。なんだか妙な方向に話が進んでしまったな。お前にとっては座りが悪い話だったかもしれん。構わん。どう悔いたとして、何を語ったとして、奴らを許さないという私の心は変わらない。そこは私も一緒だな。私は悪事を犯す錬金術師が気に食わない。だからその行為に抗う。こいつは意地ってやつだ。相手が何をどう思っていたとしても変わらない。結構なことだ。多少の道場でフラフラされては旅の連れとしてたまったものではないからな。やれやれ、連れならもう少し言い方ってものを考えてくれてもいいんじゃないか。それも変える気はない。アンペルさん、リラさん、そろそろ出発するよ。わかった。さて、行くか。ああ。どこの誰とも知らん悪党さんよ。島の連中は息災だぜ。ここにやってくるほどにな。落ち着いて考えてみても、とんでもない話すぎて、当事者のはずなのに全然ピンとこないよね。村の水源が古式ヒグの次は住んでる島が人工島だもんな。おとぎ話も軽く飛び越えちまってるぜ。ライザたち島の人もフィルスタの大侵攻から逃れたクリント王国の人たちの子孫なんだね。遺跡だらけの島に住んでいたんだ。さすがに無関係とは思っていなかったのだろう。さすがに昔と今はなかなかつながらないよ。私たちはクリント王国のこと何も知らないし。ああ、むしろ関係してるのは嫌な気分だよ。オーレン族の人たちにしたことを思えばさ。余計な気は回さなくていい。お前たちはお前たちだ。むしろその関わりを実感できない理由の方に私は興味があるな。竜に悪魔、禁足地、恐れるものや決まり事ばかり多いくせに具体的な伝承がほぼないのは前から奇妙に思っていた。理由が分かったの？あくまで推測だが、前にも話した通り、王国は滅亡の時まで門や大侵攻の記録を抹消して回っていた。国の秘密とかそういうやつか。巻き返す日でも夢見てたのかね、往生際の悪い。それら情報操作と襲われた実体験が歳月を経るうちに混じり合って一つの方向に凝り固まったんだろう。つまりは島の外に対する固くなすぎるほどの忌避だ。なるほど。とにかく何が何でもダメ、島の外に出るな、閉じこもっていろって考え方か。ようやく今とつながる実感が湧いたかな。結局はレントの言った通り嫌な気分だけど。まあ、ご先祖を救った島もクリント王国が作ったんだ。その分くらいは感謝してもいいだろう。それだって自業自得の自作自演だと思うけどね。ねえライザ、次はあの遺言と一緒に見つけた鍵で島を調べるんだよね。うん、とりあえず島にある遺跡を回って鍵が使えそうなところがないか探してみるつもり。中に入る仕掛けって書いてあったし、入るならあの人工島のことだと思うんだ。どうかしたのか、タオ。島のことなら僕も気になることがあるから、家で調べ物をしててもいいかな。ん？いいよ。あの島はそれこそ遺跡の塊みたいなものだが、調べる心当たりはあるのか？ありすぎるというか、本当どこもかしこも遺跡だらけで。あ、アンペルさんはモリッツさんに文句言われたから、まだトレッペの高台は調査してないんだよね。
ああ、ブルネン家の周りはまだ手つかずだ。そういえば以前そこに何かあると言っていたな。あそこには古い建物とか石碑とかいろいろあるんだよ。島でも一番怪しい場所じゃないかな。なるほど、見てみる必要はありそうだ。今なら調べに行くのも難しくないだろう。できた。けどフラムロッド？これはどんな道具なんだろう。フラムロッドを作ったようだな。アンペルさん、これって何なの？ただの杖のようにも見えるけど。これは振り回すことで炎が出る魔法の杖だ。いろんなものを燃やすことができるぞ。すごい！じゃあこれを使って魔物と戦えば。いや、炎を当てることはできるだろうが、そこまで丈夫なものでもないし、戦いにはあまり向いてないな。それよりはやはり採取道具として使うのがいいだろう。一風変わったものが取れると思うぞ。とはいえ、燃えるものを取るのに使うのはやめた方がいいだろうがな。できた！その名も原始ルーペ。これを使って細かいところまで観察すれば、質の高い材料だけをより分けて採取できるはず。やっぱいいもの作るにはいい材料からだよね。